長の報告を求めます。厚生労働委員長橋本岳君。ただいま議題となりました各案について厚生労働委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。まず内閣提出の医薬品・医療機器等の品質・有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。本案は国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがある疾病の蔓延等の事態における健康被害の拡大を防止するため緊急時に新たな医薬品等を速やかに薬事承認する仕組みを創設するとともに医師等が電子処方箋を提供できる仕組みを創設しようとするものであります。次に中島克人君ほか16名提出の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。本案は緊急時の医療提供体制の確保のための都道府県等と医療機関の協定の締結、医療機関の管理者に対する要請または指示、都道府県知事に対する医療の提供に係る要請等について定めようとするものであります。次に中島克人君ほか16名提出の新型コロナウイルス感染症に係る健康管理等の実施体制の確保に関する法律案について申し上げます。本案は新型コロナウイルス感染症にかかるハイリスク者等が必要な医療を確実に受けることができるよう新型コロナウイルス感染症登録かかりつけ医制度を導入するために必要な措置等を講じようとするものであります。次に中島克人君ほか16名提出の新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法案について申し上げます。本案は新型インフルエンザ等の治療に有効な医薬品について厚生労働大臣による指定制度を導入し当該医薬品の買い取り増産要請等の確保の措置等を講じようとするものであります。各案は去る3月31日の本会議において趣旨説明が行われた後同日本委員会に付託されました。本委員会におきましては翌4月1日後藤厚生労働大臣及び提出者中島克人君からそれぞれ趣旨の説明を聴取し6日から質疑に入り12日には参考人から意見を聴取したほか15日には岸田内閣総理大臣に対する質疑を行い同日質疑を終局いたしました。ついで討論採決を行った結果議員提出の3法律案はいずれも賛成少数をもって否決すべきものと議決し内閣提出の法律案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。なお内閣提出の法律案に対し付帯決議をすることに決しました。以上ご報告申し上げます。4案につき討論の通告が